はい、どうもリンダマンです。今日のテーマは旅は人生を変えてくれる1000万円出資する企業についてお話していきたいと思います。人生を変えたいとかね、このままは本当に嫌だとか、なんか先輩を見ていてもやる気が起きないとか、まあそういったね、メッセージとか意見をよくいただくんですが、まあ誰もが思うことですよね。天国に行きたいって願っている人すらも死を選ばないわけです。それは何でかっていうと、明日に希望があるからじゃないですか。ということはもう僕たちは日々ね、いつかはいつかはと思って生きてるわけです。だったら人生変えたいんだったら旅しようぜということを今日お話していきたいと思います。まずね、ちょっと面白い企業が出てきたんですね。それではちょっと記事を読んでみたいと思います。アパレル企業プラナはつい先日、デイジョブトゥドリームジョブと題したキャンペーンを開始した。優勝者は1年間に10万ドルの報酬を得ることができる。約1000万円ですね。しかし問題なのは、自分の情熱を追い求めるため本職を辞める勇気があるかという点であると。プラナは10万ドルを使えば優勝者がキャリアを大きく前進させ、夢の実現に向けて順調なスタートを切れると同時に、服の生産方法を接続可能なものに変えるという同社のファッション哲学を広めてもらえると期待していると。応募者は現在の職業と夢の仕事について説明する1分から3分の動画を提出しなければならないということです。応募内容は審査委員会が情熱と大胆さ、独自性を基準に審査し優勝者を選出する。優勝者は1年の間、自分がどのように夢に向かって取り組んでいるかを示す動画シリーズを作成することになると。まあこういったね、出資してあげるから旅をしておいでって企業が今世界でね、続出してるんです。まあもちろん企業からするとこれはキャンペーンになりますし、話題性になるからもちろんコマーシャル効果もあるんですが、どうですか皆さん、1000万出してやるから仕事辞めないかって言ったらね、辞めませんか。この公式サイトを貼っておきますんで、ぜひ動画も見てみてください。あなたは何の仕事してますか、どんな仕事が夢でしたかみたいな。で結局1000万出すから仕事辞めますかってさ、全員イエスって言うんですよね。まあそんな感じで本当に旅って人生を変えるものだったりします。まあインスタグラムを見てもですね、最近ハッシュタグでこのプロトラベラーって言葉がね、最近ちょっと目につくなと思うんです。プロトラベラーっていうのは、まあ旅を仕事にしてる人がたくさんいるわけですよね。まあ、これカタカナなので英語でやるともっといるんですが、まあ、これだけの方たちがプロトラベラーってハッシュタグをつけてるわけです。ただね、まあ僕こういう友達結構いるんで、話を聞いてみると、そのインスタ映えする写真はずっと撮るんですが、それがまあ仕事なのでね、もう一日中写真を撮ってると。まあ僕はちょっと個人的にそんな写真を撮りに旅行くわけじゃないので、こういうのは嫌だけど、まあこういった形に憧れてる人っていうのはたくさんいるってことですよね。ではなぜ旅が人生を変えるのかです。ね、旅と人生ってあんま関係ないようにも感じるんですが、実は大きく人生を変えます。それはなぜかというと、旅は知らないことを知っていけるからなんです。なんか知らないことを知るって、なんかちょっと勇気がいるかもしれません。皆さんにね、教養がないとかそういうこと言ってるんではなくて、もう毎日毎日テクノロジーは進化してるし、人生の全ての時間をかけて映画を見ても全部の映画を見ることができないわけですから、知らないっていうのは当たり前のことですし、この知らないことを知る、発見するってことが、まあ、人生で楽しいことの一つじゃないですかね。まあ、僕も若かりしき頃ね、知らないことはダメなことじゃないかとちょっと知ったかぶってたような時期もあったんですが、今はこの知らないことを知るってことが本当に楽しいなと思ってるんです。こんな言葉もあります。人生とは無知を知に変えていくことであると。知らないことを知っていくことこそが人生であるという言葉があります。ぜひね、最高な未来を切り開くために、この知らないことを知っていく、これ大事なことだと思いませんか。なので今日はこの知らないことを知るために、最も最高なもうツールというか、まあこの生き方がね、旅なんじゃないかなと思うんです。じゃあ旅をするとどんなメリットがあるか、ちょっとまとめてみました。まず情報収集能力がつきます。まあ僕なんかこう若い子なんかと旅に行くときに、自分でチケットを取らせたりとか、まあ現地集合、現地解散わざとしてみたりするんです。最初はね、行ったことない子はビビりますけど、行ってみたら意外と行けたなみたいな。まあそうすることで、安いエアチケットを探す方法だったり、海外のホテルを予約する方法だったり、例えばクレジットカード持ってなくてもデビットカードっていうものを作ってみたりとか、まあこういった情報収集能力っていうのがつけることができます。今 Google マップだったり、そのトリップアドバイザーだったり、たくさん情報を取れるサイトっていうのはあるんで、いくらでも皆さんが取る気になれば取れるわけですよね。まあ旅はこういった情報収集能力をつけることができるということです。そして、まあ何を
を隠そう行動力が上がりますよね。もうなんかその新しい国に入ってしまったらもう動くしかないですし、億劫だなと思ってももう動くしかないことってたくさんあります。実はこのやってなかった自分が一歩踏み出すっていうのはすごく重要なことですよね。まあよく失敗の反対は成功、成功の反対は失敗って言葉がありますが、実は成功の反対は失敗ではなく何もしないことなんですよね。何もしてなかった自分が成功に向かう途中にしか失敗は存在してないので、まあ、まずこうやって行動する、アクションをするっていうのは重要なことだと思いますし、旅はこういった能力を高めてくれます。そして経験値を上げることができるということです。もうね、僕も旅に行くと今日は寝たいなとか昨日も山歩きしてしんどいなって思うことがあるんですが、まあしょっちゅうしょっちゅうその国にも入れないですし、よしもうこれ人生最後かもしれないからできること全部やってみようと、まあちょっと苦手な食べ物とかゲテモノ系も食べてみますし、高いとことか苦手だけどまあそういうのもやってみようということで、まあ本当に経験値を高めるっていうことができると、このやったことないことをやるっていうことが経験なわけですから、経験値を高められるというメリットがあります。そして実際のもののサイズを測ることができるわけですよね。例えばシンガポールのマーライオンを見た時にちっちゃって思いましたね。ルルブとか見るとさ大層な感じで写真が写ってるんですけどちっちゃと思ったし、札幌の時計台見た時にね、ぶっちゃけもう体育倉庫かなと思いました、ちっちゃくて。要は僕たちはその世の中のメディアのプレゼンでるものにやられてしまっていて、例えばグルメリポーターが食べたもの美味しいってなると美味しいのかなってちょっと錯覚したりするんだけど、実際食べたら普通だなって思ったことありませんか皆さん。逆にね、なんかこうリアクションが良くなかったんだけど実際行ったらすごい綺麗だったようなところも実はたくさんあります。まあそういった感じで、イメージだけではなく実際それに触れてみたり食べてみたり匂いを嗅いでみたりして実際の本当のサイズを測ることができるっていうのが、まあ旅のメリットのまた一つです。そして人との出会いがあります。まあ特に一人旅なんか行くと本当に寂しいですし、言語も通じないし、僕英語もあんましろくに喋れませんから、まあ困るわけですよ。で困るからこそ新しい人にこう会話をしたりするわけです。そこで人生を揺るがすような本当に出会いがあるんですよね。旅で出会った出会いって本当に人生を揺るがすような出会いが本当に過去振り返ったら多いなって思うんですよ。まあ、この人と出会えるっていうのも旅の醍醐味の一つです。そして人の温かさに触れることができます。まあ、僕もね 10代後半だったかな、どっかの国に行ってる時にもうポケットの中にお金がないわけですよ、貧乏旅行で。でなんかピザ屋かなんかの前でもう日本円で言ったら10円とか5円とかをかき集めて、どうにかこの100円のピザが買えないかなみたいな、レジの前で悩んでた時に後ろからね日本人のおじさんが来て、あこの子の分も払っといてって言われて僕おごってもらったことあるんです、何回か。で今みたいに SNS がないのでもう連絡取ることもできませんし、もう本当になんかあの時のお礼を言いたいんですけどね。でなんでこういう見ず知らずの人にそんなことしてくれるんですかって言ったら、そのおじさんがね、いや俺も若い時にこうやって人生の先輩におごってもらったんだよねっていう、だから俺も経済力をつけた今こうやって若くて今からチャンスを望んでる若者に対してね、何かそうおごったりとか力がなれることはやりたいんだと、だから今日はお前をおごるけどお前も力をつけたら必ずそうしてほしいと。なんかね本当にその人の言葉とかその人の生き様みたいなものが今も僕の中に染み付いてるんですが、まあそういった人の温かさに触れることができますよね。なので僕も今旅なんかで本当にお金がなさそうな子とか困ってる子を見たらね、もう全然いいからって感じで、まあ、出すこともあります。まあそういった温かさに触れられるっていうのも旅の醍醐味の一つです。まあこんな言葉がありますが、人生とは旅である、これは中田秀さんの名言の一つですが、本当に人生自体が旅じゃないですか。なんか旅ができない人にこの人生という荒波を越えていけるんだろうかっていう、エアチケット買えない人が、これから親がね、ご両親が他界したりとかいろんなことが起きるわけですよ。病気になったり自分自身がね、そういった問題回避能力を上げていくために人生自体が旅なんだから、まず旅ぐらい行ってみようぜっていうことです。旅も人生もまず一歩を踏み出すってことが重要ですよね。実はこの何もしてなかった自分が一歩を踏み出せるかどうかっていうのが重要ですよ。人間っていうのはこのまず一歩を踏み出す力っていうのが本当に弱いらしいですよ。まず一歩やってみる、この一歩を100日間繰り返すと100歩前に進むだけです。僕たちはその人の結果だけを見てあの人すげえなって思うことがよくありますが、実はその人も一歩一歩を踏み出していっただけなんですよね。まずこの一歩を踏み出すっていう能力もこの旅で培える能力の一つだと思いますんで、まずやってみましょうよ。やってみなきゃわからないです。やってもいないのに無理だとか自分には向いてないとかではなくて、まずやってみようぜってことですよね。まあ、こういった力も旅でつけられる醍醐味の一つかなと思います。
いや本当に旅はね人生を変えてくれますよ。旅はね消費じゃなくて投資なんです。確かにお金も時間も使うから一見消費のように感じるんですが、明らかにそれでね培った能力でもっとお金を稼ぐこともできるかもしれませんし、そこで出会った人と何か新しいビジネスを立ち上げられるかもしれません。旅は本当に投資だなと思います。そして今 LCC でね世界一周するとなんと18万円ぐらいで行けるんですよね。なので地球っていうのはどんどん狭くなっていると、例えばここ東京からね、群馬とかに高速バスで行ったら3000円とか4000円かかると思うんですが、この間関空から台湾まで1980円でチケットがありましたし、セブパシフィック航空100円みたいなチケットもあると、なんかもう日本国内バスで行くよりも海外行っちゃった方が安くなってる国もたくさんあるわけですよ。どちらかというとないのはお金ではなく時間ですよね。皆さん忙しくて2、3万で行ける国なんて結構韓国とかタイとかありますから、でも行ける時間がないわけですよ。どうでしょう、早くスキルアップしたり自分の人生を変えるために投資したいんだけど忙しくて何もできない。違うんです、忙しいからできないではなく忙しいから何かをしていくんだっていう思考に変えていきましょう。ぜひね、旅は人生を大きく変えてくれます。思い立ったら吉日です。インターネットでね航空券探して、まずちょっといくらぐらいかかるのかチェックしてみましょう。そしてねいろんな国の写真をググって見てみましょう。そうするとまた行きたいって熱が高まってきますし、実際オラって行ってみるとね、やべえ人生が変わったってことが本当にたくさんあります。中には旅に興味がないって人いるかもしれませんが、その人多分ね行ったことがないだけですから、一回行ってみましょうよ。アジアに行ったらヨーロッパにも興味が湧くし、ヨーロッパに行ったらアメリカにも興味が湧くしね、オセアニア、アフリカにも興味が湧いてくるものです。こういった感じでね、旅を通じて知らないことを知っていくと本当に人生って楽しくなりますから、ぜひ旅していきましょう。このチャンネルではこういった旅に関することやデバイス、そしてライフハッキング、考え方、こういった形で自分のライフスタイルをより良くしていくという動画を配信しています。ぜひチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。